さあ、今日はここ魔法図書館のキッチンでクッキーミックスを使ったサックサクのクッキーを作っていくにゃ。早速だけどスペシャルゲストを呼ぶにゃ。モリニャガニャガニャガモリニャガ、やっほー、サクリーダサク、大成功、僕を美味しく作るサク。早速始める。その前にこの魔法キッチンのルールを確認。その1、調合の前は手を洗うこと。その2、炎や熱魔法による火傷には十分注意すること。その3、お片付けまでが魔法の修行。ルールはバッチリ。さあ、楽しく始めるにゃ。おー、まずは必要な材料、にゃんとたったの3つ。必要な材料はパッケージ裏面を見るにゃ。ミックスの袋1つ、ショートニングの袋1つ、卵 M サイズ1つ。卵1つの準備でいいなんて楽ちん作。みんなは準備できた作？次は作る前の準備だにゃ。準備しておくことは2つ。1つ目がオーブンの予熱。オーブンから天板を出し180度に温めておくにゃ。みんなもできた作？さあ、次の準備は？2つ目はショートニングを柔らかくしておくこと。40から50度くらいのお湯に袋ごとつけるにゃ。熱湯だと袋が破裂しちゃって中身が飛び出ちゃう恐れがあるからちょっと冷ますにゃ。ポットからお湯を出してと、ねえ、電子レンジじゃダメさく？きっとその方がサクサクなはずさく。にゃにゃ、電子レンジも熱湯と同じように袋が破裂する恐れがあるから危険なのにゃ。危な、みんなも気をつけるさく。さて、だんだん柔らかくなってきたかにゃ。ほんとだ、もにゅもにゅしてずっと触っていたいさく。柔らかくて気持ちいいにゃ。よし、名残惜しいけど美味しいクッキーに変身させるにゃ。そうだった、ついにクッキー作りスタートださく。まずはクッキーの生地を作っていくにゃ。ボウルに卵を入れて溶くにゃ。パカッ、卵さん入りましたく。混ぜ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 。よし、そして一旦ストップ。ここからさっき柔らかくしたショートニングを加えるんやけど、加えたら素早く30秒混ぜ合わせていくから心の準備をしておくにゃ。すー、準備 OK さく。じゃあショートニングを入れて30秒スタート。混ぜ混ぜ混ぜ、うふふふふ、なんだかさくり楽しそうだにゃ。ぐるぐる楽しいさく、もっと早く早くこれ以上早くしたらこぼれちゃうにゃ。綺麗に混ざってきたにゃ。そろそろ30秒経ったかにゃ。では次はミックスを加えて滑らかな生地になるまで2から3分混ぜ合わせるにゃ。混ぜ混ぜ混ぜ、わー、ぐるぐる目が回るさく。
さくりが重たくなってきたにゃ。モリニャーが頑張るさく。ありがとにゃ。よいしょよいしょ。もうそろそろ3分経ったかにゃ。そうだね、にょめらかになってまとまってきたさく。オッケー。じゃあ次はクッキーの形を作っていくにゃ。今日は型で抜く方法と手ごねする方法を紹介するさく。じゃあまずは型抜きクッキーから。手ごねで作る人は型で抜く手ごねのお話まで飛ばして OK 作。生地を2枚のラップもしくはオーブンシートで挟んで綿棒で5ミリ程度の厚さにするにゃ。オレンジのパッケージ裏面にも目安の厚さが載っているにゃ。ラップの両端に割り箸を置くとサクサクっと厚さが5ミリになるさく。よいしょよいしょ。うお、伸ばされるさく。ちなみに5ミリは火が通って美味しく焼ける厚ささく。よし、いい感じにゃ。早速型で抜く。その前にさっきオーブンから取り出しておいた天板にクッキングシートを敷いておくにゃ。ではお楽しみの型抜きにゃ。何にしよう、猫の型がいいかにゃ。みんなはどんな形にするにゃ。僕は星の形にもなりたいさく。ぐぐ、よいしょ。にゃにゃ、サクリーが猫の形になったにゃ。星の形もよいしょできたにゃ。かわいいにゃ。照れちゃうサク。つい体がポッとして生地がゆるくなってきちゃうサク。あ、もしみんなも生地がベタベタして手につきやすい場合は冷蔵庫で約30分冷やしてリトライしてみるさく。生地の中の油分が固まって型抜きがしやすくなるにゃ。さあ、どんどん僕を可愛く型抜きするさく。型抜きがまだにゃって人は動画を一旦止めてマイペースに抜いていくにゃ。
ここで待ってるから大丈夫さく。型抜きができたら、クッキングシートを敷いた天板に1センチ以上間を空けて並べていくにゃ。クッキー同士がくっつかずに綺麗に焼けるにゃ。乗り切らない場合は何回かに分けて焼いていくにゃ。可愛く抜いてもらえたさく。ふふ、型抜きクッキーの人は焼くのお話まで飛ばして OK にゃ。じゃあ次は手ごね。8グラム程度を手に取って丸めて、厚さ5ミリになるように手で伸ばすにゃ。こちらも割り箸やパッケージに書いてある厚さを参考にするにゃ。では早速手に取って丸くして、コロ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 ギュッと手で伸ばしていくにゃ。ギュッギュッギュギュ。なんだかマッサージみたいで気持ちがいいさく。できたにゃー。こんな感じで全部の生地を可愛いクッキーの形にしていくにゃ。みんなはどう？お気に入りの形にできたかにゃ。さあ最後はオーブンで焼いていくにゃ。180度のオーブンで10から15分焼くにゃ。クッキーの様子を見ながら時間を調節するにゃ。さあ、さくり、いってらっしゃいにゃ。おいしくなってくるさく。いってくるさく。15分、スタートにゃ。ここ、あったかいさく。いい感じさく。みんなも、さくりの様子時々見に行ってあげるにゃ。
5分だったさく。なんだかサクサクになれる気がするさく。なんたって僕には秘密があるからさく。秘密ってにゃににゃに？実はね、ミックスの中にはアーモンドパウダーが入っていて、幸せさっくり食感を作り出しているんさく。そうなのにゃ。食べるのが楽しみだにゃ。さっくりまだにゃの？早く早く。あは、オーブンさん頑張れ。
たさく。だんだん僕からバターの香りもしてきたんじゃないさく。ほんとにゃ。これもね、おいしいバター風味になるように配合してあるから、焼き上がりの香りとか食べた時の満足感がバッチリなのさく。そうだったんにゃ。いい感じになってきたにゃ。あとちょっとかにゃ。
15分経ったさく。おー、さくりこんがりおいしそうな色、焼き上がり。じゃーん、完成さく。焼き上がったら金網などの上にクッキーを並べておいて冷ますにゃ。天板が熱くなっているから気をつけるにゃ。あ、そうそう、冷ましてる間に僕をもっと美味しく食べられる裏技教えちゃうさく。それはね、僕を2枚くっつけて間にジャムやチョコシロップを挟むことさく。甘さが増してすごく美味しいさく。あとはね、クッキー生地をタルト型にならして焼くと、なんとタルト生地としても楽しめちゃうさく。森永天使のお菓子レシピを検索してケーキミックスのボタンをポチ。それぞれのミックスを選んだらいろんなおすすめレシピが出てくるにゃ。ぜひ次に作るときは試してみるさく。今度森にゃーがも試してみるにゃ。クッキーの他にも同じシリーズの商品でスポンジケーキやレアチーズケーキ、チョコケーキも作れるさく。僕のお友達が作り方を紹介している動画もあるからぜひ見てみるさく。そろそろ冷めたかにゃ。早速食べるにゃ。いつでもこの魔法のキッチンで待ってるから、今度クッキーを作る時もまた来てにゃ。またねー。